こんにちは、獣医師の藤村です。今回の動画はワンちゃんがタバコを誤飲するありがちな3つのケースについて解説します。そもそもですね、タバコってね、神経に作用する、お薬みたいなもんなんですよね。タバコをね、人間の場合ですけど、タバコをね、繰り返し吸うとなると、これ脳内にね、脳の中にニコチン受容体っていうのができて、タバコ吸ってね、それを繰り返しているうちにですね、そのニコチン受容体がどんどんできてきて、それでタバコ吸った時にニコチンの濃度が上がるんですけど、そのニコチン受容体にニコチン、結合というかね、もらって、そうするとね、ドーパミンっていうね、快楽物質が脳から出て、そうすると気持ちがいいんですけど、そのタバコを吸わない時間があると、ニコチンがね、欠乏してくるんで、なんかもう、気持ちが落ちてくるんですね。なので、またタバコを吸いたくなる。また、快楽を味わいたくなるんですね。それが原因でやめれなくなるみたいなね、ことなんで、なかなかタバコをやめてね、ワンちゃんとか猫ちゃんが、タバコを誤飲するのを防ごうとかね、そういうことはちょっと難しいわけですね。タバコをやめてっていうのは難しいと思うんですよね。だから、どうやったらタバコをね、ワンちゃん猫ちゃんが食べないかっていうことを知ってもらうことが大事だと思ったんで、どういうケースでワンちゃん猫ちゃんがね、タバコを誤飲してしまうのかっていうね、3つのケースを今回挙げさせてもらって、こういうケースでワンちゃん猫ちゃんがね、タバコを食べちゃうんだってことを分かれば、それを防ぐことが可能だと思うんですよね。なかなかやめれないと思うんでね。なので、最後まで聞いてほしいなと思うんですけど、先にね、簡単になんでこうね、タバコが、危険なのかっていうね、ワンちゃん猫ちゃんとって危険なのかってことを先にちょっと解説させていただきたいんですけど、まずね、例えば人間の子供の誤飲事故でタバコっていうのは一番多いって言われてるんですね。厚生労働省のデータによると、2016年のものですけど、全国10カ所のね、小児科からの報告によるデータなんですけど、子供のね、誤飲事故って728件あったそうなんですよ。10カ所のね、小児科からの報告ですけど、そのうちタバコはですね、728件中147件って一番多かったんですよ。他はね、お薬とかプラスチックとかね、食品類とかなんですけど、タバコが一番多いよと。で、タバコといってもね、これがこのシチュエーション、ワンちゃん、猫ちゃんがね、タバコを食べちゃうケースに当てはまってくるんですけど、後で解説するようにね。未使用のタバコが一番多かった。ね、2番目がね、吸い殻33件。ね、3つ目がね、溶液って言ってね、コーヒーとかの缶とかにね、缶にちょっと汚いですけど、タバコの吸い殻入れるますよね。それで、それを子供が飲んじゃうみたいなね、ケース。これもワンちゃんも猫ちゃんはあるんですけど、こういう3つのパターンがあるよってことなんですよね。で、当然ですけど、タバコの中毒が出やすいのはやっぱり人間の子供よりもペットだぞということなんですよ。どういうことかっていうと、人間よりも当然ペットの方がちっこいんですよね。やっぱり赤ちゃんでもない限りは人間の子供の方がやっぱり小型犬と比べたらやっぱり人間の子供の方が体重は大体多いですよね。大体生まれた赤ちゃんで3キロぐらいだと考えても、もうちょっと大きくなってるんで6キロとか7キロとかなってくると、小型犬よりはちょっと大きいかなぐらいになってくるわけですよ。10キロとかなってくるわけですからね。子供は20キロ、20キロとかね。で、タバコの中毒っていうのはね、基本的にニコチンの中毒なんですよね。で、体重1キロあたりで、致死量とかって決まってくるんですよ。症状が出るの。だから、体重が大きな子供の方がですね、体重が小さい、ペットの方がですね、人間の子供よりも、やっぱり同じ量をタバコ食べたとしても、やっぱりペットの方が中毒なりやすいよって、どう知っといてもらいたいんですよね。だから人間の子供以上に危険だよと、ペットの方がね。だから知っといた方がいいよって、どういう、ね、シチュエーションでペットがね、タバコを食べちゃうのかってことを知っといた方がいいよってことが言いたいんですけどね。例えばタバコ1本に含まれるニコチン量がだいたい
10から20って言われてるんですね。ミリグラムって言われてて、で犬猫のねニコチンの致死量って、まあ、いろいろ論文によって違うんですけど、だいたい体重1キログラムあたり10ミリグラムなんですよね。だからそので、あとその中毒症状が出る、亡くなるんじゃなくて症状が出るぐらいの量だったら体重1キログラムあたり1ミリグラムって言われてるんで、体重2キログラムぐらいのねワンちゃん猫ちゃんだったらもうタバコ1本で亡くなっちゃう可能性があるってことなんですよ。2キロってことはね、致死量がだいたい20ミリグラムなんでね、20ミリグラムぐらいなんで、タバコ1本でだいたい10から20入っているってことを考えると、まあ、2キロぐらいのワンちゃん猫ちゃんでもね1本食べるだけで死んじゃうかもよと。逆にね中毒症状ぐらいで考えると、ね、体重1キログラムあたり10ミリグラムなんで、だからその体重20キロのワンちゃんでもね1本のタバコで症状が中毒症状が出る可能性もあるんですよね。で、まあニコチン中毒になると亡くなる以外の症状だったら元気がなくなったりよだれが出たり、まあ、下痢嘔吐、ね、体が震えたり脈が速くなったり呼吸が荒くなったりぐったりしたり昏睡状態になったり、まあ、その食べた量によってもね症状の出方が違うんですけど、まあ、こういう症状が出ることがあるよと、最悪なくなっちゃうよと。でしかもですね、そのタバコの誤飲によるね中毒症状に対する解毒薬ですね、特効薬っていうのがないんですよね。だからその中毒を起こす前に何とかして吐かせるとか、あと内視鏡で取り出すとか手術で取り出すとかしかないんですよね。でそうしながら点滴をしてねニコチン の, その摩濃度を薄めていくってことが、まあ、大事になってくるんですけど、そうやってやらなきゃいけないぐらいなんで、まあ、費用的にも結構かかりますよね。お腹開ける手術なんかだったらね10万とか下手したら20万かかるかもしれないし、タバコ1本によってそんだけね、まあ、お金もかかるかもしれない、まあ、命も関わってくると。ここから本題ですけど、どういうシチュエーションでワンちゃん猫ちゃんがね、まあ、犬って書いてますけど猫ちゃんも含むんですけど、誤飲する恐れがあるかっていうことなんですけど、例えばその消化のためにねコーヒーを少し残した缶ね、こういうとこにまあちょっと液体がねこう残ってて、ここにタバコのね吸い殻入れれば消化できるわけですね。まあ、そういうのでこうことを、まあ、利用されている方もいると思うんですよね。そこにタバコをポン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 入れていくわけですけど、それをねペットがね倒すなんかしてこうこぼすと。で、まあ、コーヒーもね、まあ、ブラックだったら甘くないですけど、まあ、カフェオレぐらいだったら甘いんで、まあ、ワンちゃん猫ちゃんがね食べる舐めるんですよね。で結構そこに濃縮されたニコチンがまあ存在するんで、まあ、中毒を起こすわけですよね。このパターンが一つですね。それから二つ目のパターンとしては、その灰皿なんかにね、残された吸い殻です、こういうね。ここの、今ね、フィルターっていうのがね、こういうとこあると思うんですけど、このフィルターにね、たくさん中毒性物質がね、含まれてるんですね。ヒ素とかニコチンとか鉛とかカドミウムとかいっぱい入ってるんですよ。だから結局吸い殻だから大丈夫っていうわけじゃないんですよね。こういう先っぽの方に毒が多いとかよりは、ここの方に多いので、吸い殻フィルターはねやっぱ絶対残ると思うんで、吸い殻なんか残骸の中にね。なのでそのタバコのねこういう吸い殻灰皿の中に入ってるこう吸い殻をねワンちゃん猫ちゃんが食べてしまうと、まあ、それだけでもやっぱり中毒症状を起こす可能性があるし亡くなる可能性もあると、まあ、いうことですね。だから灰皿さえもねペットの届かないところに置いた方がいいし、さっきのねこういう缶でってワンちゃん猫ちゃんが届かないように例えばテーブルの上に置くとか、その必ず届かないところに置いてほしいんですよね。で3つ目としては最後ですね、こう新品のタバコもねワンちゃん猫ちゃんはねおもちゃだと思ってしまうんですよね。これフェレットにも当てはまるんですと思うんですけど、こんな感じでねこう興味を持っちゃうんですね。なのでそのしかも飼い主さんがだから取り上げようとしてもおもちゃだと思ってるんで、余計ワンちゃん猫ちゃんはね取られまいとして食べてしまうってケースが多いですね。なのでまあ新品のタバコの管理さえもやっぱ気をつけるってことですね。新品のタバコだから食べないだろうとかね、こうコーヒーの缶とかね甘いとこに入ってるわけじゃないしとかね、そうは思わずに、まあ新品のタバコさえも気をつけてほしいっていうことでした。
まあ、以上ですね、この動画で、ね、参考になったよという方は、高評価ボタンとチャンネル登録とよろしくお願いします。それでは失礼します。